どうも、ブタネコゲームチャンネルのブタネコです。お、映るか？映ったぞ。お、映った、映った。ずっと待ちに待っていたゲームが発売され、あ、ファンスミスシミュレーターなんですけど、いいですね。日本語訳入ってますね。いいですね。で、操作方法。これもしかして、コントローラー操作はない？うん、よしよし、OK、戻ると。グラフィック、ちょっとグラフィックがあれだね。V シンク、V センスか、V センスか。V センス、V シンス。ブルーム、ブルーム私嫌いなんだよね。無効にしときましょうね。色周差はいいでしょう。フリムグレインはちょい、無効に、どっち、フィルムグレインはいいか、別に。ビネット、はいいかな。背景、被写界深度もいいでしょう。テクスチャはいいでしょう。アンチエリアスは切ります。私、アンチエリアス嫌いです。影の質はまあ、こうか、中、あ、後ろで見えるのね。こうぐらいにしときましょうか。で、これ何？サイド？小サイドか。変わってるなんか、後ろ。一番低くしてみようか、じゃあ。なんか変わってる？ テクスチャー多分ね、こう落とせばね、多分変わるんじゃないかな。あ、重い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 。ちょっと待って、ちょっと待って。テクスチャーは落とすと重くなるね。テクスチャ品質はまあこうでも多分大丈夫だとは思うけど、まあ、場合によってはね、このメーカーというか、デベロッパーのゲームって大体重いので 大体重いので、様子見ながらちょっとやっていきましょうか。こんなにいいかな。ゲーム、今ね、今始めたばっかなもんですから、本当に。言語ジャパニーズ。いいですね、ジャパニーズあるの。よし、新しいゲーム。プロローグでしょ、今回これ。まだ。お、いいね、いいね。いいね、いいね。いいね、楽しみだね。待ちに待ったゲームですね。今年は待ちに待ったゲームが多いんですよね。大丈夫かな？めっちゃ重くなりそうだけど。ロードはね、すんなり来るんだけどね。フィールドがね、めちゃくちゃ、あ、そうでもない。歩けない。歩けない。ゲームパッドが反応しない。あ、そう。ちょっとあれかな。もしかしたら最初からゲームパッド設定で始まる可能性があるから、ちょっとコントローラーレイアウト見てみよう。スチームのね、スチームオプションのコントローラーレイアウトを見て、これがね、ゲームパッドモードになってるね。大体のゲームって、その、どっちかがこう優先的に設定されるんだけど、まあ、これを、まあ、推奨設定が、ゲームパッドモードおすすめ。あ、これもしかしたら、一番最初の場面で、まあ、ゲームパッドのキーを何かしら押せば、もしかしたらゲームパッドでも動かせる可能性はあるけど、まあ、とりあえずいいとして。ワークショップを見学する。どんなものがあるか見てみましょう。PC、まず PC、多分ね、受注なんでしょうね、これね、相変わらず。まあ、あなたの PC です。ここで、請負ができます。ここは？ここ何？作業台ですね。テスト中。ここでは、修理後の、あ、テスト動作ができる。はい。出荷、顧客にこれをパッケージングして送ると。ここは、組み立てテーブル。ここは、ここ掃除、あ、あたりだね。洗浄だね。よーし。まあ、最初は多分ガバメントとかでしょ。一番簡単な。ほらね。ほらね。あ、やるよん。はい。OK。90ドルだって。で、物はどこに来るんだい？あ、ここに届くのね。下に置いてあるかーい。これに取り込みます。シューンと落ちます。ああ、これ、顧客から渡されたやつ。何もやってないの、これ。
再設定、修理、ペイント、カスタマイズ、テスト運用、現場に持っていく作業を開始すると。まあそうだね。最初はやるべきことはね、分解でしょうね。はい、分解。知ってるかなっていう感じのクラシック。ポート付きスライド。ポーテッドスライドとロングバレルアンドレ。あ、これは競技用に近いですね。まあ、これはどっちかというと、実践向きというか。で、さらにレールマウントつけて、オート付きスライド。よくわかんないけど、まあ、とりあえず、うん。クライアントの要望、あ、これね。はいはいはい。クライアントの要望はこれですと。マウントと。まずは、分解して、インタラこうかい？こうして、これ見ようか。ちょ、どこ行ったん？ちょっと待ってちょっと待って、そうじゃなくて、よし、こうかね。はい、こうね。ちょっと待って、ちょっと待って、難しい。こうして、高さとかさ、水平方向、縦方向の操作、水平方向のことかな、これね、ズーム、フォーカス、下に置く、ヒント、インタラクト、ホールド、フォーカスとインタラクト、ホールド、まあやんなきゃいけないのは、まあね、分解して点検する。あ、じゃあ先に、これから、なかなか珍しいね、反対側のネジやっちゃってるでしょ。まず、外せないな外せないな。スライドとかそういうのはどうやったらいいのか。回転、修理を開始する。修理が必要です。バレルブッシング。バレルブッシング。ああ、バレルブッシングね。はい。ブッシングね。これか。はい。で、あと、この2つだけ？アンパーマウント、右、左ってあるけど、あ、左右でくっつけるのか。他は大丈夫かな？だけ全部、全部分解する必要ないのか。はいはい、オッケー。部品の購入、カスタストッカー&バレルショップ、入札を、これかな、アンダーマウン、チューポルト、ハンドガンレーザー、違うね、ストック&バレルかな。
あ、これかな？右マウント、左マウント、これでいいのかな？入った？こっち。トップに戻る。スムーズですね。知ってるからこそ簡単にできちゃうってやつ。買ったパーツはどこに届くのかな？購入した？購入したものって大体こういうとこに置かれてくるんじゃないのかな。ちょっともう一回見ようか。お金減ってる？ああ、物資も買わなきゃダメか。グリッドって、掃除すりゃよくない？あれは。一部部品が汚れているので、料金で拭き取りに行きます。選択されてるのか。え？見えないんですけど。見えないんですけど。見えないんですけど、どうしようっけ。クリーニングテーブル、クリーニングテーブル、木工、木工仕上げ、クリーニングテーブル、クリーニングテーブルどこ？それじゃないの？反対側？こっち？あ、え、今出るの？しかもウィンドウ閉じさせてくれないじゃん。ウィンドウ閉じるボタンどれだか分かんないんだけど。ヘルプ T か。T ボタン。はい、くそ。はい、ウィンドウ閉じる T。こっちから持ってかなきゃいけないの、もしかして。これ選択してインタラクトしてマッチする部品がありません。あ、購入してこなきゃダメ。完全にダメなの。あれぐらいはだって、まあでもあれか、アンロックしてないからか。銃の清掃で、まあネットの受け売りなんだけど、まあ錆落とししたあと、薬用液に入れて、で逆だったかな、削り出しして薬用液入れるんだか、先に薬用液入れてから削り出しするんだか忘れちゃったけど、まあとにかく薬用液、溶液に入れて溶かして、で、直してみたいなこともねやったりとかするんで。多分ね、そのね、道具が多分そのうちでアンロックされるんだと思う。どこかに。アンティークテーブル？うん、これ何？ああ。まだ全然アンロック。はい、ここ。ああ、なんか塗装したりとか、こういうとこでやるのかな。ああ、そうそう、これ、こういうやつ、これ。多分ね、これ、これは？あ、そう、部品の洗浄、酸化、とかね、金属をね、いろいろね、やるやつなんですけど、まあ今は、まあ必要ないっつかな。順番に応じてやるんですよ、こういうの。まあ、あるんじゃないかなと思ったけど、実際にありましたね。あ、ちゃんとこれ着てくださいってやるの。
何？ああ。顔にかからないようにね、危ないからねって、じゃあそういうのやって。一応、アンロックされてるから多分できないんだろうな。今回はそれは多分必要ないから、意外とこう、サクサク動いてよかった。軽いでしょ、こんなゲーム。よし、購入決定だな。その前に物資も買うか。ダンスミスサービス。これは、私のあれか。どこだ？ないな。次。これさっき買ったはずだから。出荷されてくるやつがどこに来るんだ。出荷されたものはどこに来るんだろう。それが大切だよな。出荷されたものは、これお客様からもらったやつでしょ。エンパイアテーブル、すぐないと作業できません。テスト用テーブル、あ、すげえ、全部銃の後継のやつだ。交換する必要、あ、交換したんだね。あ、あ、もう勝手にあるのか、手元に。まずはこれをこうして、給油油造形を取る油、これか。遠くねー。はい、で、おい、で、こっちこう、シュシュ、はい、こう、はい、はい、OK。次これ。どっちから取れてもいいのかな、これ。はい。で、次こっち。はい。はい、ネジ止め。ネジかな、これ。ネジ？ちゃんと。あ、六角、あ、こっちか。はい。おい、あ、消えるね。ブッシング外れてても特に飛び出してきたりとかしないのね。なんだ、お、あ、なんか見える、あ、すごい。これなんか自分でスライドとか引けないのがちょっと残念だな。あー、ちゃんとファイアリングピンが見えますね。でもスライドとかなんかできなさそう。なんかすごい隙間がないですね、全く。動くのかな、ちゃんと。なんかこの辺のグラフィックがなんか溶接されてるみたいな見た目に見えるんだけど、気のせいかな。はい、出荷っと。はい、完成と。で、あ、持ちます。テスト。ペイント？ペイントするの？別にいいでしょう、ペイントなんて。え、何色にペイントするの？やだ。
そうだな、これをつけてるから、まあ、うん、そうだな、全体の色をなんかこうかっこいい感じにするんだったら、タンカラー、タカラーつ、あ、なん、なんだろう、この、ほいほい。あー、これはあれか、もう色が決まっちゃってるのかな、これ、多分。グリップとかまでがないの、あービーバーテル、あーどうしようかな、うーん、ビーバーテルはどうしようかな、単色、単色ないかな、単色で、グリー、うーん、こんな感じの色かな。あ、あ、しまった、間違えた。あ、しまった、間違えた。うん。もうちょいなんか灰色がってた方がいい。あ、そう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 。まあ、そんな感じ。あー、全体的に見るとこんな感じかな、あ、あ、こんな感じでいいかな、ピン、この辺のピンはいいかな、うーん、いや、これも、これも別に色変える必要なかったかもな、したてウェザリングつけられる、あーいいです、ウェザリングいいですね、かっこいい、あ、かっこいい、ウェザリングつけるとかっこいいぞ、これだけよくわかんないけど、ウェザリングつけるとかっこいいな、はい、よし、アタッチメントを変更する必要があります、アタッチメントを変更する必要がある、なになになに、アタッチメント変更、なに、なんかつけるもんある、レーザー、レーザーサイト、ハンドガンレーザー、ハンドガンレーザー、ちょっと待って、レーザーがないんじゃない、そもそも、うん、アタッチメントショップ、光学機、レーザーサイト、ハンドガン用の、レーザーサイト、アイコン1種類しかないのかな、待って、これいろいろつけてあれやっても、あ、これじゃないここにあるんだけど、ここにここにあるんですけど、ちっちゃいな、これで OK、 はい、できたよーん、で、これで試写、試写じゃないの、試し、
の？どういうこと？あれは？マガジン、マガジン、そうそうそう、それ大丈夫？ハンマー？ハンマー、ハンマー。ハンマーをチャージして、ファイアアクセル、セーフにセットできるわけ。てるけどな。こう。これ戻ってないんだけど、これ戻ってんのかな。ハンマーが戻ってないよ。ダメじゃないですか。テスト完了になってるけど大丈夫？終わったことになってるんだが。あ、死者に行くの？死者に行く前にもう一つ契約を取ろう。何何？契約？これ？AK？ はい。で死者に行かせて。あ、なるほどね。こっちもやれと。随分カスタムされた AK だね。随分カスタムされた AK ですね。どう見てもあれだよね。さあ、なんかもこの持ってる段階でさ、見てくんないのかな。あとは、ほい、でもほぼほぼダメじゃん。全部外すか。さっきは全部外す必要なかったけどね。先に。相変わらずこうやっぱメカニック系のメカニックシミュレーター系のこのボルトを外す作業は人類がね、物を作り始めてからね。外れないということ。よいしょ。はいよ。はい。
こっちはマガジンリリースボタンはレバーか。マガジンリリース、あーやっぱここら辺壊れてるじゃん。めちゃくちゃ打ちまくってんな。この辺はね、別のゲームでね、ワールドオブガンズっていうゲームをねやってるので、特にこれといってめちゃくちゃ難しいというわけではないのですけど、むしろあっちの方がまだ細かいかな、もしかしたら。いいかな。いいかな。AK はね、この段階で自分の目線が動かせないな。これダメだね。錆びてるね。あー、テーブル錆びてることだね。これなんでこう部分的錆びることって絶対ないでしょ。思うけど、絶対ね、一箇所錆びたらね、全部錆びるんだから、部分的錆びるってことないんだからね、ものは。あ、こんなもんかな。でも終わったんじゃない。で、はいはい、分かってるよ。なんで汚れを落とさせて、もしかして汚れてないの？これ分解して点検？あんま分解されてないのかな？また。こうして。こうか、あ、空いてるスペースのところであれだね、こう移動するんだね。分かった分かった。パーツ欠けてない？ないパーツない？でも頭上、こう青色図版のこう頭上でいろいろいじれるのはいいですね。もう多分ほら、この辺が足りてないよね。なんかパッと足りてるね。これはね、これ単純にこれ外すだけ。先のピンをどこにやっちゃったの？どっか行っちゃったよ、先のピンが。この辺、なんか、いじるもあったかな？ないよね。分解して点検する？まだもしかして全部分解できてないからこうなってしまってるのかな。まだ分解できてないのがあるの、もしかして。この辺？ファイアリングピッパーで外さなきゃダメか。さっきはだって何もしなかったのにね、いきなり難しくなるじゃん。ほいほい、これはどこだ。
足りないってことないな。あー、バネがあった。いや、やっぱこっちもなんか外さなきゃいけないのがある。いやー、だってこれはねえ、ぶっちゃけ別付属パーツだから。あとなんか外れてないな。あ、なんかあれか、これら辺かな。なんか足りてないね。トリガー部分の構造でなんか足りてないような、足りてるのか足りてないのかわからないけど、ここがないね。ことは、じゃあやっぱこっちも何かしらの触るべきところがあるんじゃないかな。これだとこれかな。いや、なんか外すようなことこないね。これもないもんね。なんだろうな、何か足りてない。糸側になんか外すべきところがなかった。これが本来これじゃなくてこっちなんだろうな、多分。パーツが違うからこうなってるだけであって、で、あと2つ。インナーリコイルスプリングロッド。インナースプリコイルスプリングロッド。あ、これか。はいはい。これでいいね。なるほどです。はい、OK。サンドプラストで洗浄を錆びつき。雑巾で落とすだけ。あとはこれ OK。バットは、ストックテーブルとストックパッドと、ハンドル部分。ハンドル部分なんでしょう、ハンドル部分って。あ、これか。購入部品としてね、こっちを。まずは、拭いてなんとかな、あ、こっちはねえな。こっちか。7個選択されてるのか。あー、いっそっけ。木汚れでなんとかなるもんなんだ。掘りかぶってたってわけじゃないな。なんか錆びてるように見えるけどね。表面の錆と、浸食してる錆ってまた違うからね。
さっきテーブルで見たときはこんなに汚れてなかったけどな。多分全部やり終わったら銃を撃ちにすることは多分できると思う。モルト、はい、シュ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 。これなんか、この雑巾と手のマークのところがちょうど黄色く全部なったら完了みたいな感じになってるね。はい、クリーニング終わり。サンドブラスト、サンドブラストですね。はいはいはい、オッケー。ライトオン、ダストゴー。わあ、すげえ、ちゃんとサンドブラスターなってる。うちは仕事でねこれやるんですよ。サンドブラスター使ったりとかするんですよ。サンドっていうけど使ってるのはカーボンをね使ってやってますね。カーボンの砂を吹きかけてで、表面を削ってる。終わり。で薬液を入れると、ん、あ、先にタンク入れて、ガスタンク入れて、ん、ガスタンクを購入した、ガスタンク持ってくるの。はいはいはい、えっおえっお、大変だな。よし、あ、エプロンつけて、ここら辺は手動なんだな。はい、グツ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 って言って、さっきやったね、サンドブラストかけたやつを、ここで、どうやるの？一番奥から、こうやって、ジャポン、チュク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 パッ、ジャポン、チュク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 パッ。あー、なんかあれね、フライヤーにかけるみたいなね。あ、一回みこっち、これ水なんだね。これ水で洗って最後お湯で終わる。はい、完成と。はい、終わり。あ、終わりは終わりで全部脱ぐんだね。なんだそれ。終わったぜバッて脱ぐね。終わったぜバッ。これで全部いいかな。不足してるパーツはないよね。あ、これか。よいしょ。OK。あれ？いけない。ハンドル部分。ちょうど AK のパーツの部分が来てるから、ハンドルテープ、これと、マガジンエンドじゃないでしょ。ストック、ストッパープレート、ストッパープレート、部品、これと、これ。で、何？マズルブレーキを購入しろって？マズルブレーキを購入して、で、
とりあえずこれも3つも購入しとこう。はい、購入と。で、これさっきやったのがね、これなんだ、レーザーサイト購入。1種類しかないのか。で、銃。フォアグリップも購入して。リフックスサイト、スコープつってるから、方角かな。四角1スコープ、はい。お金全然なくなっちゃうけど。多分届いてるパーツはまた多分もう置かれてるはずだから、こっちで、ストップパーツと交換して、ホイール、ホイール、よいしょ、メンテナンスホイール、あね、このね、なんだ、武器のクリーニング動画ってあるんだけど、見るとね、結構ね、雑にやってる人がいて、シリコンスプレーをズバーってやってる人がいるんだよね。適当にバーってかけてズバーってシリコンスプレーやっちゃった、その後適当に拭いてよし OK みたいな人いるし、ちゃんと丁寧にそのなんだハンカチだったりのに拭き取ってからやってる人もいるし、やっぱ生活出るよね。組み立ててくださいよ。はい、これまだ早かった？そう。フォーカスがちょっとね、こうか。こうして。こうして。おや？こうじゃない？先に、いや、ちょ、これじゃないだろう。え、これなの？止めて、あ、そうだ、こういう順番だったね。はい、あ、まだ行かないのこれ。あ、そうなんだよ、順番があれだな。これでハンドカードいけるだろう。まだダメ。あ、そう、あくまでも最後にやるのね、ハンドガード。まあ、後からつけたパーツだから、ハンドガードは後でいいですよって感じなんだね。これ木製ハンドガードだったら多分ね、最初にやんなきゃいけないと思うんだけど、この、なんだ、ガスチューブ作ったあたりで一緒にくっつけなきゃいけないはず。だから、後付けパーツだからっていうのがあるんだろうね。全部やってからだ。この辺くっつけとこう。
この辺は一体になんなきゃいけないか。いや、先に。よいしょ。よいしょ。くっつけて。ファイアリーグに入れて。ガスピストンをくっつけまして。なんだろうね、こう最初のこのなんだ中なんだデモ版のプロローグで用意されてるこの AK とガバメントはもうそれこそもうみんなやり方わかるでしょっていうぐらいな感覚だよね。だからもうこれわかんなかったらこのゲームやっても難しいだけだよって言われてやってるようなもんだよね。え？ガバメントと AK の分解の仕方知らないの君って。もう AK とガバメント分解の仕方知らないって小学生未満までだよねみたいな。嘘マジ。ガバメントと AK の分解がわからないのに許されるのは小学生までだよねみたいな。これはなんだろう、マガジンキャッチレバーか。一番最後でいいんだけどさ、ガクガクいってる、ガクガクいってる、ガクガクいってる。はいはい、トリガーを入れて、ちょっと元に戻ってよ。よいしょ。ハンマー入れて、この辺の作り見るとめっちゃ簡単だよな、本当に AK って。先にこっちでした。AK のね、厄介なところ、スコープつけるにはね、横にね、これね、つけなきゃいけないんですよ。アレルサポートって書いてあった。へぇ。あの、掃除するやつね。クリーニングロットっていうんだけど、バレルサポートって書いてたな。名称いろいろ違うのかな。よいしょ。これ塗装しなくていいんだな。ほい。チスコ。ハンドガード。パズルブレーキ。レーザーポインター。なんかもうあれだね、このタルコフとかで見るようなカスタマイズだよね、これね。でもタルコフで見るやつだったらね、多分ね、ストックの部分を変えてるからね、ストックグリップも多分変えてると思うからね。まぁ、ちょっと、あれだよね。まだ足りないよね、カスタマイズ。あ、これデモ版だし。
ショットっていうのが撮影になってるのかな。まずワークショップの作業をすべて終わらせる。ウィンチェスターをトランクに入れる。ワークショップ、ショットガンを手に入れよう。どれだ。ワークショップ、ガンスミス、オークション、売る、アラート、アラート、あー、ウィンチェスター欲しいです。セットアップ、こうかな。買う。オークションだよね。オークション。アンスミスサービス。この辺が、この辺が、インターネットっぽい。ネットサイトっぽいな。ちょっと会員サイトっぽい感じがする。ウィンチェスターをトランクに入れますって言うけど、ウィンチェスター持ってないよね、ショットガン。お、旋盤まである。これは CNC フライス版？何それ。なんかミニ四駆の GMC ボディ作るみたいなね。なんなら最初から作れと。ライフル、サブマシンガン、リボルバー、ピストール。AK のパーツしかないよっけ。あるわ。もともと持ってるわ。そんなあるかよ、そんなあるかよ。わ、射的場へゴー。まだタンクメカニックでもそうだったけど、外出るとめちゃくちゃ重くなるからな。それも確認しないと。軽いことを願おう。どう？あ、なんか軽そう。ちゃんと下向けてるぞ。えらいじゃん。シングルターゲット、マルチターゲット、ピストル、マルチターゲット、シングルライフル。はい。シングルターゲット。ピー、あれ？始まんないぞ。この辺の作りがあれじゃない。あれと一緒じゃん。
G を押してウォームアップ。武器構えた時の挙動がなんかかっこ悪いな。あと反動がなんか面白くない。やっぱこの辺はレシーバーやっちゃってるせいだ。あのゲームはもう唯一無二、抜き、唯一に無二並ぶものなしだからね。抜きん出て並ぶものなしのゲーム。よいしょ。弾無限じゃん。あと何回撃っちゃいの？あ、これウォーミングアップだったの？待って、今のウォーミングアップだったの？早いな。はい。テストに必要なポイント、AK は1100ポイント。ウィンテスターが、20ポイントゲットしろ。あへー。大変だな。わ、重い。急に重くなったぞ。銃によって重さが違うぞ、このゲーム。マジか。銃によって落とすか。フィルムグレイ落とす。ビネットはいいや。シャドウを中にして、これでどうだ。まあ、よくなったか。よしよし。AK でテストする。一回一回これじゃなくてシングルターゲットライフかな。これでいいかな。で、ポジションへ移動。ポジションへ移動。はい。しゃがむとかない。スコープの拡大。ZX。G でウォームアップ。安全装置が作動してます。安全装置解除が必要。サイクルセレクター F。これあれない？息止めとかない？なさそう。とりあえずじゃあ G で始めちゃおう。
音が聞こえたぞ。はい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 。待て待て待て、クソ難しいぞこれ。クソ難しいぞ。ちょっと待てや。これだな、やっぱこれでやるしかないな。全体が見えるようにしておかなきゃなんだな、先にリロードしよう。撮ってるかどうかわからんけど、むずっ、すっごい揺れる。くそ、こっちにもなんかあるぞ。あー、こっちはあれだね。どっちかというとショットガンですから、やっぱりこっちを割らしとかないと。マルチピストルターゲットで、これでこれやっちゃダメだね。ないんじゃない？ 3、2、1。すごい難しい。二発ずつ撃たなきゃいけない、これ。そう、あ、よしよし、終わった終わった。ふぅ、ダブルバレルショットガンじゃん、私の大好きな。飛んでくるディスクを一箇所から撃つ。好きなように、スキートを撃つ。競技ルートによってスキートを撃つ。一箇所から撃つ。おう、あ、安全装置。違えた。F でした。むず。むず。
これ面白いぞ。ちゃんと競技になるぞ。お、あ、くそ難しいな。あ、むずー。マジモンの競技と一緒じゃん。これ一日中やっちゃうやつだ。やったか。ああ全然当たんない。これがさすごい遅いからさ、多分ね、この状態で打った方が多分当たりやすいと思うんだけど。どうだ？ダメだ。よし、行ったぞ。ああ、惜しいな。今行ったぞ。今行ったね。いいね、いいね。スーって、スーって、スーって動いてる。お、いいね。上手だったね、今。撮影を楽しむか、トラックに戻り、帰宅しましょう。撮影、シューティングね。シュッツ、ショットか。まあ、シューティングっていうやつ、ショットもシューティングもそうなんだけど、その、ベストショットとかそういう、撮影するっていう、いい写真のショットも一緒なんだよね。いやー、この辺はちょっと直した方がいいんじゃないかな。カメラのショットは、撮影で、銃のショットはガンショットだね。発砲とね。ウィッシュリストに入れるもう入ってるんですということで、ガンスミスシミュレーター、多分おそらくデモかプロローグどっちかになるんですよね。なんかこれ、アンケートがありますね。アンケートがあるね。うん、書きたいんだけど、ちょっと英語でアンケートわからないもんで、またね、よく読んでから。私は基本的にはもう全部、あ、うん、どうだろう、まあ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 いいや。まあということで、今回はねガンスミスシミュレーターでした。またね、次回からおそらくね製品版が出たら普通にプレイしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。